はい、どうも皆さん、こんばんは。えっと、深夜、深夜つってもね、4時前の3時52分ですね。あまりにも時間が遅いんで、ライブ配信やっても視聴者ゼロでね、ずっとこう喋ってるっていうのも、ちょっと大変だからってことで、まあ、今収録でやっています。4K でね、収録しています。 はいえ。今日のテーマはですね、あの、インスタとかツイッターとかでフォロワーをどうやって増やしていこうかな、みたいな。で、ここめっちゃ熱い人がいて、で、僕はその人フォローしてるんだけど、でも、あの、 いや別にね、その情報を聞きたくてフォローしたわけじゃなくて、別の情報がいいからまあフォローしてるんだけど、やたらそのインスタとかツイッターとかやったらこう、どうやってやっていこうみたいな、これが多くて、いや、そんな必要なんかなっていうのがある。で、まあ、それで今ね、ちょっと動画回してます。ちょっとね、コーラ飲みます。うん。その、 闇雲に、いたずらに、そのフォロワー数をかさ上げして、背伸びして、ね、そ、その背景にはですよ、と、アカウントのまず設定のところ、ね、設定するにしても、一旦、まあ自分のクソアカみたいなのがあるんだったら、それ一旦消去して、また新規で作り直して、新規のアカウントで、ペルソナ設定をしてくださいと。 はい、マーケティング戦略としてね、これビジネスですからってことで、ペルソナ設定で何か分かりますかって。まあ、いわゆるそのキャラ設定ですよと、ね。僕という人間じゃない何か別のちょっと垢抜けたというか、はいね、ちょっとキャラの立った何かを演じてで、それでこうアカウント作ってくださいみたいなところから始まってで、アルゴリズムの解析をしたりとかね、AI はどういうアカウントをこれいいって っっててて言持ち上げてくれるのかみたいな、まあ、そういう、まあ、アルゴのまあそのねっ動向を読んだりとかあとは、まあ、その定期発信発信者としてこう毎日投稿したりとか、まあ、これ YouTube とかでも同じですよね。でそこの情報がやたらいっぱい飛び込んでくるから、まあ、別にその人を批判するとかないんだけど、まあ、僕の意見としては、ね、僕の意見としてはそういう。 あれやこれや、あの手この手を使ってフォロワーをかさ上げしたとします。うん、かさ上げしたとしても、金はね、稼げないよ。って思う。うん。金って稼げないと思う。はい。まあもちろんね、そのビジネスチャンスは、まあ多くなるよね。はい。チャンスはいっぱい多くなる。フォロワーというかその、 多くの人に触れること、まあ、人脈をいっぱい作ることによって、まあ、チャンスは、まあ、外からね、まあ、自分にやってきやすくなりますよね。だけど僕はね、チャンスっていうのは、ビジネスチャンスっていうのは、外からね、なんかこう、自分のところに寄ってきてそれをキャッチするんじゃなくて、チャンスっていうのはね、自分から生み出すものだと思ってる。はい。自分から0から一を生み出すことを、 こそがビジネス、自分でチャンスを生み出すことだと思ってる。はい。なので、いたずらにフォロワー数を、まあ、例えばね、その、よくあるのは、あの、まあ、インスタでもさ、ツイッターでも、まあ、いいねっていうああいうボタンがあるでしょで、ああいうのさ、押しまくったりとか、リツイートをいっぱいかけたりとか、絡みに行ったりとか、ちょっとこう、あの、有名な人にさ、噛みついてさ、それで炎上でさ、ねえ、 自分のところにこう認知されて、それでこうあのフォロワーを増やしたりとか、トレンドワードをこう使いまくったりとか、うん、そういうのってね、僕ね、ずっといろんな人観察してるけど、結局のところ、その人自身に何かがないと、世間、世の中の役に立てるような何かがないと、備わってないと、結局便乗型なんですよね。 うん、ビジネスチャンスは人脈広がって増えるかもしんない。チャンスは増えるかもしんないけど、結局それって外から、ね、やってくるものなんですよ。自分から生み出すものじゃないんですよね。はい。だからどんだけアルゴリズム解析して上位に上位にってやっても自分の売り物みたいなものがないと、結局フォロワー数はなんか多いんだけど、いいねも多いんだけど、でも僕より全然金稼げてないよね、みたいな。そういうことになっちゃう。はい。 まあこの多分、僕みたいなこういうちっちゃいチャンネルのクソ動画を聞いてる皆さんは、おそらく僕よりもさらにフォロワーが少なかったりとか、YouTuber で登録が少なかったりとか、してる人が多分多いと思います。僕も1万人超えてるんで。そんな僕がね、フォロワー数関係ないよと。これ、まあ YouTube だけじゃなくてね、Twitter も Instagram も、うん。だから無駄になんかこう増やすために、 ポジティブツイートをして、でもポジティブなツイートって飽きられるから、ポジティブなんだけどちょっと自分の個性を乗せたような、まあ、そういう、はい、キャラ作りに徹底したりとか、そういうの必要ないからって僕は思うね。はい、なるほど、そうですね。じゃあ毎日ツイート心がけます、びっくりマークとかってさ、そういう人って結構いっぱいいると思うんだけど、じゃあそういう人たちがさ、まあ、朝からオファーツイーの、なんかこうツイートをかけてさ、 で多くの100以上のなんかいいねもらったりとかしてるんだけどそういう人たち観察しててそういう人たちがなんかまあビジネスチャンスをものにしてで多く稼いだってでこれで人生ガラッと変わったっていうケース僕見たことないんだよね。はい、だからまあ一つのねそのアカウントを育成するフローみたいな確かにあると思うからそこに。 のっけて会員数をこう増やすための、まあ、その人がやってる、ま、ビジネスなのかなって。YouTube でもあるじゃないですか。YouTube 育成塾みたいなさ、登録者増やすために、まあ、このなんかコースに申し込んでいただけたらみたいなさ、そういうのあるじゃん、学校みたいなやつ。うん。でもあれでさ、じゃあ金稼げるのかって言ったら全然また別物ですよね、それって。 実際にお金稼いでる人たちっていうのは、そういうことを別にね、アルゴリズム解析したりとか、そういうのを意識せずに、はい、自然にこう人が集まってきて、で、まあそれでこう収益につなげたりとか、つながらなかったりとか、はい、数字いっぱい持ってんだけど、だけどお金には恵まれなかったりとか、うん、まあいろいろだと思うんだけど、はい。 って僕は思いますだからあんまりねそのアカウントを伸ばすためにアルゴリズムとかマーケティング戦略云々とか、ね、解析するものじゃない攻略しにかかるそういうものじゃないかなって僕は思ってる。何せ自分の何か世の中に貢献できる何かがあるのかっていうそこを見っけることとあとはそれを鍛錬すること長期で向き合うことそれを発信すること。 はい、これを続けていれば、数字があろうがなかろうが、ね、僕の YouTube チャンネルだったら、例えばね、まあ1、1、一動画あたり、まあ、1000回とか2000回とか、そんな程度ですよ。何年もやってるけどね、うん。数字持ってる方だと思わない。あの、その個人個人が持ってる数字、この人数字持ってんなとかってあるじゃないですか。あれってね,もうね、僕、宿命的に決まってるもんだって信じてる。宿命的に決まってる。あの、ほら、 社会生活でも、この人は、なんか知らんけど、こう、人がいっぱい寄ってくるってあるじゃないですか。あれと一緒で、ね、インターネットアカウントでも、やっぱりね、数字持ってる人は、どん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 ね、別に何かの攻略法頑張ったとか、毎日投稿頑張ったとか、関係なしに、ずぶらにやってんだけど、でもどんどん来るみたいな、そういうね、不思議な、ね、その人を、まあ、定量化した、はい、集客というか、うん、 持っているる数字みたいなものが個々にあるんですよねで。それに恵まれない人ね数字持ってない人いろいろ頑張ってんだけど、うん、ちょっとこう下駄履いて背伸びして、まあ、1,000という数字を2,000にしたりとか2,500とかにすることはできるブーストすることはできるんだけどそれって結構大変なんですよね背伸びってちょっと努力を緩めると数字持ってない人がちょっと努力あの緩めるとすぐ落ちてっちゃう。 逆に数字持ってる人っていうのは別に努力しなくても努力しようがしまいがいっぱいこう来るっていうね。でもその数字とお金別だからね。うん。その数字は数字。だからまあ承認欲求は満たされる。これは間違いない。うん。ね。だけどお金につながるっていうのはまた別だからね。数字持ってない人でお金稼いでる人たちが世の中ゴロゴロワンサがいます。はい。ワンサがいます。 だから数字持ってない人、フォロワー少ない人、YouTube で登録少ない人、ね、そんなこと気にしないで。で僕は言いたいですね。うん。そんなこと気にしないでも、うそんななんか戦略とかマーケティング戦略とか立てなくても、自分のやるべきこと、ね、世の中にこれができる、あれができるっていうさ、うん、そこを伸ばすこと、続けること、これしかなくないですかで僕は思うね。 なんか戦略的にアカウントのなんかあれをこうあわしてこうしてとかって意味なくないですか本当なんか思うね自分に与えられた数字があるんだったらそこの中で最大限ビジネスをするとかマネタイするとかってやったらいいだけの話じゃないですかそれで全然稼げるしお金持ちになってな,なれるはいって僕は思ってるなので変にね変にこう戦術というかさ、うん なんかこう攻略するためのさあれやこれやっていうのは僕は取らなくていいと思いますはいいいと思いますうんなんかねそこやったらねうんなんかいろんな切り込みでだからまあハウーを売ってるんですかね結局でそのハウーを受けてまあそこのファンの人が わかりました。じゃあ私もね、毎日、あの、投稿頑張ります、とかって。うん。で、やってんの見るじゃないですか。見に行くじゃないですか。いや、まあ確かにね、いいねはちょっとこう、お互いでさ、いいね押し合ってるから、増えてくるんだけど、増えているんだけど。いや、だけど全然それでなんか金稼いでる気がしないしね。うん。え、お金が全てじゃないって言うかもしれないけど。 ね、お金全てじゃないって言うかもしんないけどじゃあなんでそんな戦略的にね別にいや友達の数で言ったらさね大切な友達とか家族とか、うん、本当に大切にすべきものが少数いたら別にそれで幸せじゃないですかって話でそれをさ500とか1000っていう積み上げる理由って何ですかって話になってくるやっぱりそこには、まあ、承認欲なのか、まあ、ビジネスつまりお金どっちかがやっぱ絡んでくるわけで はい。それってさ、やっぱり自分の内面から生み出していかないと結局意味がないよねって思っちゃうね。だから内面を磨くための自己啓発とかね。なんか努力をしたりとか。ね自分だったらカメラだからね。まあカメラ関連の、まあ、そういう取り組みを、はい。やったりとか。別に毎日更新なんかしなくていいよ。YouTube なんて別に。うん、いや、本当にさ、YouTube の収入だけで生きていかざるを得ない うん。境遇だったら、それはもう毎日投稿して、何百回とか、今日1000回だからかけ、単価でいくらとかっていうことしなくちゃいけないけど、いや、大変じゃないですか、それって。うんとね、いつも言ってるけど。YouTube で少ない PV で、それをなんかお金に変えて、でそれで生きていくってさ、数字市場主義になっちゃう。数字市場主義になっちゃう。うん。数字、<laughs> 口が回らないで数字市場主義になっちゃうとどうなるかっていうと結局世の中のトレンドを追わなくちゃいけないってことになるよね。うん、新商品とかさ、うん、そういうものをトレンドワードに乗っかったりとかそれやらなくちゃいけなくなっちゃうじゃん。でそしたらさ気づいたら悪に変えたら数字ばっかを追ったあげく自分の全然好きなもんじゃないような世の中のトレンドばっか追っちゃってね自分の本来温めていかなくちゃいけない。 磨かなくちゃいけないなんかっていうのはもう置いてけぼりにしてそっちの数字ばっか追ってるということになっちゃうよね、うん。だからやっぱり良くないんじゃないかなって、うん、僕は常々思っています、はい。数字持ってない人でもね、お金稼げるから。だから、それはね、全然気にしなくていいと思うし、はいうん、やるべきことはそこにあるんじゃない。 うん、そ,うそういう数字集めじゃない。はい。僕よりフォロワー多い人、ね、いいねが多い人、で、僕よりお金全然持ってない人、ね、ビジネスで成功してない人いっぱいいるからね。はい。まあ、その逆もしかりで、ね、僕よりフォロワー少ない、ね、登録者少ないとか、そのなんか SN、SNS のリアクション少ない人で。だけど僕よりお金とかビジネスとかで成功してる人いっぱいいる。うん。 ね、だからまあ関係ないものなんだなっていうことをまず割り切って、はい、どうしてもさ人ってさ見た目の,その華やかさとか、ね、この人なんかすごい有名人でみんなからチヤホヤされてるっていやだからすごいんだっていうふうに思ってしまいがちなんだけどそこはねまやかしであることが多いからそっちの方を目指すとちょっと違う方向に行っちゃうと、はい、いうことを肝に銘じましょう。はい、以上です